お元気ですか？僕趣味です。今日の夕飯は塩ラーメンとポテトサラダでございます。ポテトサラダはですね、あのポテトチップスを使ったポテトサラダでございますね。プロ野球カードチップスや、日本代表チップスですね、そのチップスを使いました。で、サバ缶と、サバ缶ではツナ缶と溶かしバターで、ゆで卵、マヨネーズ、オニオンスライスね、オニオンスライスをみじん切りにしたものと、粗挽きの、黒胡椒と、あとキュウリをね入れて作ってみました。今回はね、かなりね出来作でございましてですね、これメニューに入れてもねいいんじゃないかという出来でございます。で、お酒は、これはトリスのねサイダー割りでいきたいと思います。はい、特にね、告知は今のところはございませんが、ひょっとしたら明日か明後日またカップラーメンの試食動画やりたいと思いますので、よろしくお願いいたします。で、またね、プロ野球カードもですね、随時ねやっていきますので、よろしくお願いいたします。以上でございます。本日もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録をするかしないかは皆様にお任せします。ありがとうございました。